どうも皆さんこんにちは、キャンプとかリーです。本日はですね、めちゃくちゃ面白いクッカーをですね、ご紹介したいと思います。ドン、こちらになります。 TMR インダストリーズっていうメーカーさんの LT クッカーですね。はい、すごいね、綺麗なクッカーじゃないですか。取っ手がないクッカーで、なんかね、最近流行りの取っ手ないクッカーですよね。そして、このね、美しいフォルムとこの美しいカラーリング、アルミ製なんですよね。アルミのね、綺麗なカラーリングがすごくいいです。多分使い込んでいくとまたね、味が出ていいんじゃないかなと思うんですけど、これだけじゃないんですよ。これ面白いのが、ここにちょっと穴があるじゃないですか。ここがね、ポイントなんです。使っちゃって黒くなってるんですけど、まあ、こんな感じでね、ギザギザがここにあるんです。ギザギザがここにあるんですよ。まあ、タイトルでもですね、書いてあるんですけど、実はこれジェット式のクッカーなんですね。ここから火当てるとですね、バーナー自体はジェットじゃなくても、このギザギザのギミックがあるので、ジェット式になるんですよ。なので、まあ普通にガスバーナーでもジェット式になるし、アルコールストーブとか固形燃料ですね、これ製作された方がですね、もともと固形燃料で、熱源を使っている方で、その方はこうやってギザギザなので、固形燃料で合わせて多分作られていると思うんで、もちろんですね、固形燃料でも有効的っていうね、結構どの火でもいけるっていうのがすごく魅力的だなと思ったんですけども、まあ、ガスで使うようなね、シングルバーナーとかだと有名なのジェットボイルとかあるんですけど、まあすごいね、この LT クッカーの場合はオールマイティで使えるんじゃないかなって感じですね。というわけでですね、今回ですね、基本スペックからご紹介していきたいんですけど、その他にもですね、実際にこのクッカーをですね、どれぐらいのスピードでですね、お湯を作ることができるのかっていうところの実験、そして、スタッキングなどなどちょっとね、ご紹介していきたいなと思います。いやー、久しぶりにですね、かなりワクワクするクッカーに出会ったなと思って、もうね、皆さんのリアクションとかめちゃくちゃ楽しみにしてるんですけど、まあ、ぜひね、このスペックをですね、見てほしいなと思います。はい、それなら、基本スペックご紹介していきたいなと思います。まず一番気になるのは重量ですよね。重量何グラムなのかと言いますと、はいっと、75g ですね。ちょっと反射して見にくいかな。75g なんです。商品スペックにはですね、78g とあるんですが、実測してみると 75g ということで、となっておりますと。まあ、材質ですね。アルミニウムで A5056 というね、材質になります。表面加工はね、特にされてないので、だからこそこのきらびやかなね、綺麗なカラーをしてるんですけど、まあ、中ですね、ちょっと何回か使っててね、若干ちょっと変色してるような感じになってます。容量はですね、 450ml がマックスのですね、ここまで並々で 450ml で、推奨されてるのが 350ml でもね、使ってみるとですね、結構 400ml までだったらいけそうだなって感じがしました。そしてサイズですね。サイズはですね、こちら口のところちょっと広がってるじゃないですか。口のところがこれ 99mm ですね。ここ 99mm、外径ですね、 99mm。 そしてこのお腹の部分ですね、ここが、91.6mm ですね。ここからここまで 91.6mm で、内径ですね、この内側の内径が、90.6mm です。そして、高さが 87mm ということでいうサイズ感になってます。でこれ生産国はですね、なんとジャパニーズですね。日本で生産されております。50年以上の、ね、歴史を持っている金属旋盤加工を行っている、工場がですね、作っているようですね。厚み 0.5 ミリの、ね、加工技術を使ってこれを作られているそうです。なので、まあ、やっぱこの軽量化を実現できたっていうのと、軽量だけじゃなくてね、強度もね、かなり高いそうです。実はね、これね、箱にこうやって入ってたんですよ。こうやって箱に入ってて、すごい箱もね、可愛らしいんですけど、まあ、説明書はこうやって入ってて、ここですね、強度、削り出し加工のメリットとして強度と厚み 0.5 ミリの加工に成功しておりますと。強度実験では高さ1メートルからコンクリート面へ落下を10回行い、多少の歪みは生じたけど破損の、性能を保持しました。道具が壊れて旅を続けられないということをね、回避できましたら嬉しく思いますと。まあ、というわけでですね、強度もかなりね、期待できるんじゃないかなと思います。そしてね、一番のポイントはやっぱこのね、ここですよね、このギザギザ。
ジェット式のねこのギザギザがあるんですけどね、これ実はねちょっと触るとね痛いんですね。なので、強くこすりつけてこうね手でこすりつけちゃうとちょっと手の方がねやられちゃうと思うんですけど、そこはだけ注意しなきゃいけないなって感じがします。はい、それではですね実際にですねこれ火入りをしてみましょう。はい、それではですね、この LT クッカー実際にね火入れして、どれぐらいの煮沸スピードがあるのかを実験してみようと思います。今回ですね、せっかくねこの美しいクッカーがありますので、まあ、美しいねこのテーブルと美しいアルコールチタンアルコールストーブ、そして美しいこの五徳を使っていこうと思います。このね五徳何がいいかというと、この火がですね、見られるんですよね外からね、こうね下からこうね、覗きたいなと思ってます。そして、まあ、ストップウォッチとそしてこの温度計ですねちょっと測りながら煮沸していこうと思います。ただねこの単体だとねどうしてもね比較対象が欲しくなるんですよね。対象として同じくアルミ製の、モンベルのねこれアルパイン9ディープっていうね、クッカーですね、使っていきたいなと思います。これはですね表面加工されたクッカーでだいたい径一緒ぐらいなので、比較対象としては、ね、非常にいいんじゃないかなと思います。本当はですねチタンとかも比較したいんですけど、まあ、チタンはもうちょっと分かりきってるというか、どうしてもねアルミの方がですね煮沸スピード速いの分かってるんで、まあ、今回はですねアルミの比較でいきたいなと思います。はい、ではですねここに 200ml のお水入れてきましたんで、ここにお水を入れまして、今度は燃料を入れます。燃料はね 200ml の時だいたい僕 15ml ぐらいの燃料を入れたりするんですけど、なんか使っててですねこれ 10ml でええなと思ったんで、10ml しか今回入れませんと。よいしょ、いった、着火成功。はい、さあ何分でね、ふつふつし始めるのか、まあ、一応ですね、これ温度計ありますので温度測りながらやっていきましょうか。蒸し始めてますね。温度は？あ、もう57度までいってるわ。早いですね、やっぱ。これね、1分半だとね、なかなかここまでならないですよ。で、取っ手がないので、まあ、こういうね、鍋つかむを使うといいです。エヴァニューで出てるんですけど、まあ、こういう鍋つかむでこうね、縁でパチッとこうね、持ち上げてあげるといいかなと思います。はい、だいたい2分経ちましたけど、もう73度とかになってますね。はい、2分半経つ頃にですね81度まで上がってます。まあ、80度までいくとだいたいね、カップ麺とかもコーヒーとかも入れられますね。はい、100度いきました。4分ですね、だいたい4分ちょっとオーバーしちゃったけど4分でいけます。アルコールの燃料をですね15に変えると、2分40秒とかでですね煮沸できるんですね。完全煮沸まで2分40秒、だけど今回 10ml なので、まあ、4分っていう形になってます。そうですね、まあ、少ない燃料で、まあ、効率的に、このようにですね素早く煮沸することができます。これね同じくモンベルのこのクッカーで同じようにやってみたらどうなるのかをですねちょっと見てみたいなと思います。まだ全然いけるな、すごいな。ちょっとね炎がね、燃料がなくなってきてだんだんゆらゆらしてますね。 100ml のお水がですね、まだまだ全然煮沸し続けられております。ほい、そしたら、はい、お次はですねこのモンベルの、まあ、アルパインクッカー9ディープですね、こちらにお水 200ml 入れます。そして、これに燃料を 10ml ですね、ちょっとこぼれたな、溶かしていきます。ほい、
さあどれぐらいできるかな。温度計もセットして、あやっぱ結構差が出るなこれは。あまだ76度、やばいぞ、もうすぐ4分経っちゃうぞ。80度いった、80度行くのに3分55秒でした。はい、4分経ちました。82度です。100度までいかないんじゃないか。100度までいかずアルコールがつきそうですね。80度から90度まで上がるのに1分かかりましたね、うん、結構やっぱりですね、この80度超えてからですね、温度上げるの難しいんでしょうねきっと。あー行っちゃった。はい、燃料つきました。だいたいね5分45秒かな、燃料つきたかなと。で温度がね91度止まりでした。なんとそういう結果になりました。この実験自体はですね、もうすでに何回か行ってて、実際ですね、アルコール燃料15ミリリットルで比較もしてて、その場合はですね、また別の結果となりました。アルコール燃料はですね、何ミリリットルかによってですね、その実験結果はね、かなり異なりますね。やっぱ10ミリリットルっていうね、少ない燃料だと、このね、煮沸スピードの差がね、かなり顕著に出たかなというふうに思います。はい、それではですね、皆さん、お待ちかね、スタッキングの実験してみます。まあなんかね、どんな感じでスタッキングすればいいのかなってね、いろいろね、僕が持ってるね、クッカー並べてみました。すごいね、同じようなクッカーがいっぱいあって、こんなね、ほんまにいるんかなってすごい漏れそうなんですけど、どれもですね、僕のお気に入りのクッカーになりますのでですね、これを使って、今回スタッキングしていきたいと思います。まあ、なんか一番ね、定番なのはこんな感じのスタッキングなんじゃないかなと思います。まあ、エヴァニューの製品でこれスタッキングしてるんですけど、まあ、スタンパマグポットの 500ml に、この400FD ですね、スタッとこう入れるっていうね、これね、ちょっと取っ手 が、ね、あるのに当たっちゃうんですけど、まあ、これ取ってないのでいくんじゃないかなと。ほい、いきました。ぴったりじゃないですか。もうちょっとだけね、隙間ありますので、なんかね、ここにもう一枚かませてこうね、入れたりとかできそうだなと思います。なんかね、なんだろう、カーボンフィルトとかこう巻きたいので、カーボンフィルト巻いた状態で入れたりとかするのもね、ちょっと考えたいなとか思ってますけどね。他に、面白いのがですね、こいつこれに入れるとすごい面白いんですよ。入るんですよ、そもそも入るっていうのがまずびっくりなんですけど、あのめちゃくちゃシンデレラフィットしてるんですね。これね、シンデレラフィットしすぎると何が起こるかって、ゆっくり落ちるんですね。これほとんど隙間ないです。これマジでシンデレラフィットしてる。なのでまあなんかこうね、チタンとアルミのセットでこうやって持っていくっていうのもね、考えられますよね。あとはですね、こういうの、これもね実はですね、比較してましたけどめちゃくちゃシンデレラフィットするんですよ。これ見ました、これもう一回やりますよ。すごいゆっくり下がるでしょ。もうさっきよりもね、さらにシンデレラフィットしてるんですよ。もうあんまガタつかない、ガタつかない。まあなんかこれのセットは、まあちょっとね、お米炊いたりとかして、こっちでお湯沸かしたりとか、なんかまあいろいろできますよね。このアルミクッカー2つあれば結構ね無敵なんですよ。しかもですね、これ蓋がついてるんですけど、このね LT クッカーに蓋がなくて、このモンベルのアルパイン9ディープの蓋がですね、ものすごい勢いでシンデレラフィットするんですね。これほんのちょっとだけぐらつくけど、もうかなりぴったりです。ちなみにエヴァニュールの蓋もはまります。これもうね、はまりすぎてで、ね、落ちてこないぐらいのレベルです。パンとトークスのこのチタンポットもですね、こんな感じではまります。 500FD ですね。これも当然入りますね。かなりいい感じじゃないですかこれ。ただこれね、蓋がねはまんないんですよ。蓋がはまんないんですよ。裏側にしてもダメか。そうなんだ、蓋がはまんないんだね。あ、これならいけるな。こいつらはですね、基本的にあのこのガス管が入るじゃないですか。こうスパッとねガス管入るんですけど、この中にインできてしまうこの LT クッカー、果たしてこのガス管が入るのかどうか気になりますよね。いきます。入りました。入ります。
で、まあここにですね、こういうちっちゃいバーナーをここに入れてあげるということで、スタッキングができます。収納袋とかあるんで、まあ入れてみましょうか。こんな感じで入ります。まあ、全然いい感じですよね。こんな感じで持ち運びができるよと。でもうね、覆ってしまえばこのギザギザのね、殺傷能力がなくなるので、まあこんな感じで運べば安全に、パッキングできるんじゃないかなと思います。このメッシュ系の入れ物ですね、メッシュ系をこうやって使うとね、すごいなんかもうこいつのための収納袋なんじゃないかなっていうぐらいね、ぴったり入るんですけど、やっぱりこのギザギザのところがですね、メッシュだとなんかちょっと、まあ、かなり和らいでるけど、まあ、やっぱちょっと気になるんですよね。なので、どっちかっていうとですね、メッシュじゃないものの方がいいかなと思います。一番いいのワンダーラストの収納袋やな、すごいぴったりやな。でアルコールのね、アルコールストーブ入れるんやったら、まあ、こんな感じで、こういうの入ったりとか、まあ、さっき使ったこれもね、こんな感じで入りますので、まあ普通のクッカーと同じぐらいの感覚でね、いけるんじゃないかなと思います。ここまで相性がね、他のクッカーといいクッカーって多分ないんですよね。そこにね、めちゃくちゃ感激してます。早いし収納もできるっていうクッカーのになってますね。これすごいすごいよね。はい、ちょっとねスタッキングの説明めちゃくちゃ長くなっちゃいました。興奮しちゃいましたね、大変失礼しましたというわけで次五徳。これねギザギザがねあるので、五徳のね相性がですねちょっと合う合わないがどうもあるっぽいなと思いましたので、この五徳がねどれが合うのかっていう実験をしてみたいと思います。まあ、さっきはですねこのね、アルコールストーブの五徳使いましたけどもちょうどいい感じでしたね。これがですねプラス、このエクスメッシュストーブどうなんかなと思いまして、これも合わせてみるんですけど、まあ、かなりいい感じでハマってますねこれ。まあ、ただですね、このエクスメッシュストーブはねかなり注意点があるというかちょっと危ない経験をしました。というのもですねこのトークスの、まあ、チタンのですねアルコールストーブに、まあ、こうやってやってエクスメッシュストーブ合わせてこのね、チタンマグポットでね結構よくやるんですけど、このね LT クッカーの場合はですねなんか変なガスが多分出るんでしょうね。この燃焼してる間に目がちょっと痛くなってきて、なんかちょっと涙が出るみたいな現象が起きたんですね。というわけでちょっと危ないなと思ってやめたんですけど、このね相性がですね実はあんまり良くないかもしれないっていうことをですね頭に入れといてください。これは危ないかもしれないです。はい、そしてですねどんどんいきます。まあ、こういうですね直置きできるあのアルコールストーブ、これね、ブルーノエヴァニューのブルーノートストーブなんですけど、まあ、これもですねすごいいい感じです。このちょうど中央にねこれがねカポッとはまってほらぴったりなんですよね。だからずれない感じですね。相性としては非常にいいんじゃないかなと思います。まああんまりこう高火力が出ないバーナーなので、まあ、こういうね高火力にしてくれるバーナーあのクッカーと一緒に組み合わせるのすごい効果的なんじゃないかなと思います。エヴァニューのチタンアルコールストーブですね。このチタンアルコールストーブとの相性こんな感じです。ちょっとガタつく感じですね。やっぱりですねこの五徳がですね綺麗に十字だったら多分ハマるんですよ。これが綺麗に十字だったらこうやってカチッとはまるんですけど、まあ、若干やっぱずれますので、きちっとはまってくれない感じですね。あ、はまったはまった。これめっちゃ綺麗にはまるとむしろずれなくなるというか、うん、これ綺麗にカチッとはまるともう全然ずれなくなるけど、はまるまでちょっと大変だなって感じです。ちょっと変わった形のバーナーどうかなと思うんですけど、これもですねちょっと斜めになっちゃう。しっかりとねはまらないので、これもどうしても斜めになっちゃうんですね。不安定ですね。はい、次ですねこれガスストーブですね。ガスストーブスノーピークのギガパワーストーブなんですけど、まあ、これ伝わせどうかいい感じです。もうねそもそもこの直径五徳の直径がこのクッカーの直径を超えてますので、しっかりとねこう乗せることができるって感じです。はい、
まあね、ウルトラライト志向の方は使われてる方多いかなと思うんですけど、 BRS のこれね、バーナーなんですけど、チタンシングルバーナー、なんと逆にめちゃくちゃ合う。これがね、面白いですね。これガタつかないですね、意外と。特にガタつくポイントがないです。っていうのもですね、これね、裏見るとわかるんですけど、逆にはまらなさすぎるんですよ。これはまらなさすぎるんで、逆にこのギザギザがホールドしてくれるような感じです。そうですね、この固形燃料のごとく、固形燃料のごとく、まあ固形燃料やっぱ試したいなと思ったんで、固形燃料のごとくはあってほしいんですけど、まあ、これね、径が結構ね広いので、固形燃料のごとくって、なので合います、大丈夫です。そんな感じです。はい、というわけで、まあね、ごとくに関してはちょっとご自身が持っているねバーナーとね比較しないといけないと思うんですけど、こんな感じですね。はい、というわけで、TMR インダストリーズの LT クッカーのご紹介でした。まあ、総評はですね、かなり完成度高いんじゃないかなというふうに思います。まあもうフォルムも綺麗だし、使いたいって思うじゃないですか、見た目的にも。でプラスやっぱこのね、ジェット式の構造がですね非常に良いと、使いやすい、使いやすいとか、まあ、アルコールのね燃料の節約にもなるし、使ってて面白いなっていうのがねすごくいいなと思います。パッキングもねすごくしやすいので、まあなんかこうチタンのクッカーと合わせたりとか、まあ、アルミクッカー2つ持ちだったりとかね、しやすいなと思います。収納面でもね非常にいいので、自転車キャンプ、バックパックキャンプでですねちょっとこれをですねどんどん使っていきたいなと思ってます。いやね、なんか久々にすごい実験してて楽しいクッカーだなっていうふうに思いました。これでいろいろやってみたいですね。まあなんか別の動画でですねこれで米炊いてみたりとかね、まあいろいろチャレンジしていきたいと思いますのでね、また今後ともこのクッカーをと登場させる可能性が高いかなと思います。で一つですね最後に補足なんですけど、まあ僕今この鍋つかむ、エヴァニの鍋つかむでこうやってやってますけど、あんまりね、相性としてはね必ずしもいいわけじゃないんですよね。なのでやっぱこうね、僕カーボンフィルト巻こうかななんて思ってます。ここにカーボンフィルト巻いて、でこういうやってね手で持ったりとか、またあとシリコンポットグリッパー、まあ、こういうねシリコンポットグリッパーで掴むのもね手かなーなんて思ってます。ちょっとねこうか、熱いからこうかな、こうやって持ってね、お湯離したりとか、いろいろねこの辺も考えていこうかななんて思ってます。いや久々にねめっちゃいいクッカー、完全なるウルトラライトクッカーですね。すごいいいなと思います。というわけで、まあ LT クッカーのご紹介でした。皆さんもねぜひね、これ手に取ってね実際に実験してみてはいかがでしょうか。めっちゃ面白いですねこれ。で最後にですね、固形燃料で、煮沸したっていうのも、固形燃料 4g の固形燃料で 350ml ちょっと沸かしてみるっていう実験もしてますのでですね、まあそれもね、ぜひ見ていただけたらと思います。それでは皆さん、さよなら。いや、散らかしすぎた。一回片付けよう。これでだいたい 350ml です。推奨されてる水の量ってこれぐらいなんです。これマックスみたいな感じです。もうほぼいい感じですね。乗せちゃいます。これでいけると、これに合わせると多分いけるんでしょうね。高さが多分ね最適な高さじゃないと思うんですよ。59度、4分半です。お、66度。はい、というわけで、ほぼもうなくなってます。72で止まってたんで、まあせいぜい73度かなという感じです。ちょっとかき混ぜてみよう。うん、73度ですね。大体、まあ、4g でね 350ml をここまでできたっていうのはなかなかすごいんじゃないかなと思います。ご視聴ありがとうございました。
いいねやチャンネル登録していただけると今後の活動の活力となりますので、どうかよろしくお願いいたします。ミニマルズギアーズでは YouTube やブログで軽量化したキャンプ道具の紹介がメインですが、オートキャンプからバックパックキャンプ、自転車キャンプ、ハイキング、ロングトレイルまで様々なチャレンジをしておりますので、ぜひ見てください。またオンラインショップではオリジナルステッカーとか T シャツ、手ぬぐい、そして僕のお気に入りキャンプ道具をですね、販売しておりますので、一度覗いていってくれると嬉しいです。